文豪をやっていきましょう。これを撮っているのは2月7日。明日で終わってしまうよ。奈良県五重塔でなく、制服集めの旅。ので、もう少しで集め終わりますよ。と、その前にだ、回想で、2月の1日に、修正の誕生日がありました。フッフバースデイ。ふん、僕の誕生日を覚えていてくれたんだ。なんだよ、頬が緩んでなんかいないさ。ただの誕生日じゃないか。されど誕生日、お祝いしなくちゃな。でね、2月の近くに、ゲットしてないとある人の誕生日があります。9日、これかな。ちょっと選書するか。最近50回しばっかりしてないから、新しいのの獲得にはやっと終わったみたいだぜ。全然動いてないや。ここら辺はデイリーで回したやつなんで、おそらくはさ普通のキャラしか出ません。修正ちょっと声ちっちゃいのかな。声が小さいというか、設定された音量バランスというのか。中野重治と、さっきパルルの声がうるせえって思ったもん、一瞬。あの一言で400とか言ってみよう。迷い子を導くのも年長者の役目ですね。一応同じ派閥から選んでみたけど、違うな。確かね、2時間半とかなんだよね。サネ。武者。もう一回、夏目漱石言ってもらいましょう。400。突っ込むぜ。銀とか言ってみよう。迷い子を導くのも年長者の役目ですね。金に行かない。とや、おい。こりゃ厳しいな。まあ、明日、明後日でなんとかゲットできたらいいかなと。そうしないと、来年まで見られるのお預けだからね。で、まず図書館。秘書室。回想見た感じだと、入学試験、ね、作の分しかないけども、他のキャラで一章あんのかな？学問のすすめで、拍手。ここまでいけたぜ。で、拍手で、今、入ってるのが、確か、うん、そうだね。じゃあ一章ちょっと行ってみよう。他のキャラの分もあるのか。僕が行くからには、何も問題はないのだよ。お、出た出た。よー！ふむ、いつもと違うと聞いていたけど、少し拍子抜けだね。うん、お前たちもと。ここら辺って一緒か。一応キャラのセリフが変わるぐらいかな。ちょっと前の文章を覚えてないから、まあ内容としては一緒なんだろうけども、うん、受付にゃーいとか言ったような気がするから、多分違うんじゃにゃーいかな。同じなんじゃにゃーいかな。じゃあここら辺はちょっとサクッと飛ばしましょう。いい素材が集まったな。あ、やべ。これでドッコさんの凄さが分かっただろう。10点、まだ足りない。任務完了なのだよ。たまには兼六への遠征も考えてくれねえかな。今回のイベントのおかげで結構まんべんなく上げられた。まんべんなくといっても低レベルの人たちの底上げって感じだな。一章。今度は無労再生を入れてと。気な臭いな。まあ仕方ない。行くか。よ
前と言ったけれど、意外と普通の世界なんだにゃ。にゃーん一緒だね。2章はどうなの？まあ、いっか、そこまで変わらないかな。なんかね、ボイスがないとどうも頑張ってみようっていう気がどうしても欠けてしまうな。野生の勘ってやつだな。今日は酒盛りだな。いや、今日もだな。やべ、玉蹴りバレる。玉蹴りじゃない玉集めバレる。野生児の俺の本領発揮ってね。に足りない。あ、仕方ない、行くか。はあ、こっちのもう出た人のセリフは見れないけども、酒用意してくれ。猫と館長のトークはまた見られるんだ。え、一章毎回これ出ちゃうの？その対応キャラがいちゃうと。まあ一章入ることはそうはないだろうけど、三章で十分簡単だしね。早く終わらせようか。なかなか楽器落ちないんだよな。なんかもう弾はいいから、もう楽器ばだけ欲しい。もういいっすよ、あの極めの修行道具とかいいから。俺はね、楽器が、すいません、こっちあります。いくつもらえる？この状態だと10点か。よーし、これでやっと猫とのじゃり合いに専念できる。だね。1万8点オーバーしてない？拍手、制服。作太郎、制服。再生、制服。お、限定家具、後期ゲットしました。あ、なるほど、1000点ごとに文根の中が、文根、草根、五根、ここら辺が手に入ると。でもなー、五重の塔と比べて集まりがそんなに良くないから、そこまで狙わなくてもいいかな。普通のステージ回って集めりゃいいかなって感じかな。なんかくれるってよ。五重の塔はね、100よりもらえる数多かったし、かつ期間が長かったから結構楽だったけど、今回はねちょっと頑張らないとって感じだったな。どれだ、装飾かな？ん？これを配置。シュール。さて、冬のやつなんか買っとこうか。冬。暖炉を2400。買っちゃおうか。あと冬限定ものってなんか残ってるかな？そのあたりは忘れずに取っておきたい。お、これもいける。よしよし。じゃあこれで期間限定ものはもしや終わったかな。よしよし。じゃあこれで配置もしなきゃね。冬の飾りはとりあえず、また今度ということで。燃える燃える危ない危ない、燃える燃える。ここの窓をちょっと開けて、ファーッと風が吹いて、コウキがここにファサッと行き、パチ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 、あったかいなーってなっちゃうからな。さてさて、まずは再生の制服。ふむふむ、学園ものだね。白州の制服。あー、いいな、これ。普段の衣装がこういう感じだから、ね、再生は何だろう。変わるんだけども、なんかイメージそこまで変わらないけど、白州結構変わるね。なんか別ゲーのキャラになったぞ、これで。サクサク。いた。サクは？あー、すげーぽい。中のセーター、カーディガンがすごくぽい。ちょっとちゃんとしまいなさいよ。
いいな、同じ制服でもちょっとねキャラの性格が出るというか。うん、これは3人分ゲットしといてよかった。ふむふむ、拍手かな。どんなものを着ようとも僕ならば似合うだろう。言葉の一つ一つは、すべてが生ける言霊であり、生き物なのだよ。本当今回は何か買ってくれるんだろうね。これか、あ、まだ一個残ってた、しまった。猫の手がね、すごく役に立ったわけですよ。なんだかんだで2倍はでかい。それを使ってなんとかって感じだな。つい最近までね、再生が1人1万点まで終わって残りがまだ全然っていうぐらいだったんだけども、なんだかんだで間に合った。ギリギリではあったけども、で案の定やっぱりねご飯が足りなくなるっていう。いつものことだったけども、なんだろう、ほんとね五重の塔から比べるとちょっと大変だった。やっぱ期間の問題かな。でもなんだかんだでね、限定家具も欲しかったし、とりあえず終わることができてよかったです。間違えた。別のツールを立ち上げようとしたらペイントが開いちゃったんで、じゃあちょっとお祝いにサク先生書きましょうか。ちょっとね、今このねペイントウィンドウをずらしちゃうとヒントになっちゃうから。あ、なんだ、直線なってる。まあ、いっか。ちょっと線が細いな。輪郭が気に入らないな。輪郭やり直そう。まあいいや、ちょっともうこれ以上は難しい。変更難しいんで。変更というか修正する時間がない。あ、いやいや、制服書いてないからだな。髪の毛塗ってないからだな。やっぱ髪の毛の印象って大事だから。肌。制服の色だ、大事って言ってくれ。大事って言ってくれよ。北原白秋そっくり。